立命館大学から虎の司令塔が生まれます。11月2日月曜日、衣笠キャンパス紫徳館において、2020年度ドラフト会議で阪神タイガースから第4位指名を受けた立命館大学4回生、栄田悠希選手が球団関係者から指名挨拶を受けました。阪神タイガースからは、畑山統括スカウトと熊野スカウトが訪れ、栄田選手は少し緊張した面持ちながらも、終始和やかなムードで挨拶が進みました。矢野監督の、サインが入ってます。矢野監督の直筆サイン入り ID カードとともに、監督からの激励のメッセージを受け取った栄田選手。その栄田選手は、ドラフトで名前呼ばれた時はおっとはなりましたけど、まだなんかあまり実感湧いてなかったですけど、今日は実際球団の方とお話しさせていただいて、すごく自分も第一歩じゃないですけど踏み出したなっていう実感が湧きます。あまり自分は寮にしかいないんで、その同じ野球部のメンバーとかはおめでとうとは言ってくれたんですけど、そんなに対応とか別に変わることは全然なくて、普段通りの生活をしてました。本当によく4位まで残ってくれて本当に良かったって、阪神タイガースからしたら本当に取りたかったからって、本当に即戦力として期待してるからっていう、そういう言葉いただいて本当に嬉しかったです。綾野監督もすごい気にしてくださってたっていう言葉も聞けて、それも嬉しかったです。1年目から本当に一軍の甲子園でマスクかぶれるように、全試合じゃなくても1試合だけでもいいんで、少しずつ頑張って、一軍に上がれるように頑張りたいと思います。阪神タイガースさんのファンは本当に12球団の中でも一番熱いと思ってますんで、その声援に本当に応えられるようなプレーして、早く一軍に上がってプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。特に終わってから LINE じゃないですけどくださって、おめでとう、これからは一緒の世界で頑張ろうと、まだ僕自身もまだプレーしてるわけじゃないんで、早く坂本さんは本当に1年目から本当にバンバン投げてますし、僕も早く1軍立って、別のチームですので早く対戦できるようにしたいかなと思います。古田さんのようにこう自分が野球を終えた時にこれ名前残るような、そういう選手になりたいかなと思います。担当スカウトの熊野スカウトは、念願というか欲しかった選手ですので、嬉しかったです。葉っぱかけました。一番は肩ですね。やっぱり 1.8 秒台で、セカンドスローができる、今年リーグ戦がね春できなかったのであれでしたけども、本来はバッティングのいい子なんで、バッティングの方も期待しています。体も大きいですしね、キャッチャーらしい体型ですので、すぐ、梅野、坂本と競合できるかなと思ってます。球史に名を残す選手へ、栄田選手の挑戦は始まったばかりです。